自分の足で立つ成熟とはそれ以上でもそれ以下でもないと知ったとき、世界は広々とした地平線を見せてくれる。風に雨に偶然にあっけなく翻弄される。まどろみから覚めて荒野を目指そう。大人のゴルフを極めることを自らに課そう。 I will play fast on off。大人のゴルファーのために優れた能力を美しいスタイルで表現し続けているオノフ。革新と継承の融合、そして一人一人の感性にこだわり、一人一人に最適で上質なプロダクトを生み出している。それがオノフ。オノフ赤シリーズアイアンフェアウェイウッド、そのニューモデルが誕生した。前回紹介したオノフドライバー赤の進化した飛びには驚いた。本当にまっすぐまっすぐ遠くにっていう、はい、パワートレンチのパフォーマンスはすごかった。ドローが曲がる前にまっすぐ飛んでっちゃってちょっとびっくりしたんですけどね。はい、パワートレンチがたわみ復元することでボールを押し出し飛距離アップを実現。ちょっと軽く。そしてフェースレーザーミーリングは安定した弾道と飛びを生み出した。ピンの量としてはほぼ変わらない、はい、ミーリングいい仕事してくれてるなって感じがしますね、はい。打点ブレや水滴に左右されず、スピン量のばらつきを抑えてくれた。デビュー、今回はアイアンフェアウェイウッドを徹底検証します。今回検証を行うナビゲーターはゴルフのティーチングノウハウのみならず道具への造形が特に深い永井信弘プロ。オノフアイアン赤が大きく生まれ変わったようだ。進化した飛びが楽しみだ。赤シリーズのテクノロジー、赤の力とは。永井プロはどんな手応えを感じたのだろうか。いいですね。オノフアイアン赤にはどのような機能が隠されているのだろうか。パワートレンチ構造といいまして、ほうほうほう、大きくえぐってある、かなりアンダーカット深く入ってますよね。そうですね、そこからソールからたわむ形になってるんで、はい、なるほど。まあ、今日ちょっと風が強いんですけれども、はい、操作性とか、はい、前に前に前にっていう感じのね弾道なんで、この風の中でもかなりラインが出るような感覚がありましたけれども、ね、はい、オノフの赤シリーズ、進化した飛びの秘密に迫ります。デビュー赤の力アイアンフェアウェイウッド編、検証の舞台となるのはオーシャンリンクス宮古島。自然の美しさをそのまま生かしたエキゾチックなシーサイドコースです。まずアイアンの機能について聞いてみよう。アイアンのパワートレンチとはどのようなものなのか。コースで実際に打ってきたんですけれどもね、さらに今回はその強さ、はい、そして飛距離性能、それを体感したところなんですけれども、まあ、そのあたりのこの機能というのはどういったところに作り込みがあるんでしょうかね。オノフアイアン赤も、ドライバー同様パワートレンチ構造を採用しております、はい、アイアンのパワートレンチは主に2つの構造から成り立ってます、はい、1つ目はですね、ハイリパルジョンソールといいまして、ソール側の薄肉部分を全モデルよりもより広く円弧状にえぐった構造です、はい、まあ、そうすることによってソールからたわみが始まって、
全反発性能を上げるっていう構造ですね。2つ目がですね、フェース構造です。ソール側に1本の溝を入れることによって、まあ、これがアイアンのパワートレンチになるんですけれども、こちらと峰側ですね、峰側の峰圧を、斜めに薄くしていってるって言ってるんですよね。いわゆるテーパーをつけるような。そうですね、まあ、そうすることによって峰側の薄肉化とソールのパワートレンチの溝によってフェースの反発性能がさらにアップするといった構造になっています。ヘッド全体のたわみが、フェースとそのボディの受けの方で両方でたわみがあるってことですね。そうですね、峰側を薄肉化したといったところで、3g ほど余剰重量ができました、はい。まあ、その辺もその 3g ほどをタングステンの方に、なるほど、分配してるといったところで非常に優しいアイアンはキープしてる。アイアンの方にもフェース面にレーザーミーリングを施してあります、このようにオノフアイアンの赤みたいな飛び系のアイアンですね、はい、そちらでフェース面にレーザーミーリングしているのはこのモデルが初めてだと思います。なるほど、マレージングの素材にレーザーミーリングですね、はいはい、非常にスピン性能も安定するような形にしてますので、そうですね、ボールが、ね、非常に強い感じがありましたね。オノフさんの場合そういった非常にこういろんな機能が、はい、こう非常にこうスマートにですね洗練されたデザインでまとまってるっていうのがイメージなんですけれども、はい、今回もそういった意味では非常にこう質感の高いデザインでですね、ニューモデルのオノフアイアン赤のパフォーマンスに迫ってみよう。前のモデルと打ち比べパワートレンチがもたらす進化した飛びを検証していきます。まず前のモデル7番アイアンから打ちます。スペックは S シャフト。手応えはいい。前のモデルもフェースのたわみで反発力と反発エリアを拡大し強いアゲインストの風の中安定した高い弾道を実現。そしてグラビティコントロールが捕まった強い球筋を生み出した。続いてニューモデル、同じ7番アイアンでのショット。キャリーで大きくピンをオーバーした。新しい方がやっぱりこのかなり風強いんですけどね、直進性が強いっていうか、あの前に前に前にっていう感じのね弾道なんで、この風の中でもかなりラインが出るような感覚がありましたけれどもね、はい、そうですね、最初のがやっぱり 48m、 はあ、セカンドスピードですね、はい、はい、新しいこのフライヤーの方は、はい、50m、 50m、 そんな変わってるんですね、はい、なるほど。今回のモデル、ロット一度全モデルよりも立てました、はい、まあ、あのテーマとしても前に強くて強い球、はい、でも、まあ、あのロフト立ったことによってボールが上がりにくいとか、はい、そんな感じはないですね。重心の方も低く深くすることもできているといったところも背景としてあります、ね、そのパワートレンチの、テクノロジーで、はい、その弾きの強さを作りながら重心の余剰も稼いでいるということですね、はい、そうです。なるほど、ピンを狙うアイアンショットへの飛びと捕まりが進化したのはこうした構造が大きく機能しているからだ。続いてフェースレーザーミーリングのパフォーマンスを検証してみよう。スピン量の違いはどうだろうか。ちょっとラフの方にやってきました。やはりこうちょっと悪いライですね。でまだ少し朝露というか、残ってウェットな、状況です。そこから、前作のアイアンからまずテストをしてみたいと思います。7番アイアンで打ちます。ちょうどフェースにこうね、ラフらしい感じの打球痕がつきましたけれども、まあ、ややボールが滑ってるなっていう感じがあってですね。
まあ、やっぱりラフ、スピン量がちょっと減って、まあ、その分、はい、いわゆるフライヤー弾道ですね、はい、まあ、キャリーは出てるけれどもっていう感じですね、はいはい。今回の新しい赤オノフのアイアンですけれども、フェースは従来と同じマレージングという素材を使っています。こういったマレージング等の弾きのいい素材ですね、それに対してこのミーディングを入れるというのは、割と珍しいタイプだというふうに聞いています。ニューモデルフェースレーザーミーディングの7番アイアンで打ちます。こちらも、ちゃんとしっかりとした、打球音が、ついたんですけれども、はい、どんな感じでしょうかね、弾道的には。やはりですね、はい、スピン性能がですね、安定してる、はい、あ、なるほど、まず歴然と違いますね、はい、前作がまあ4300回転ぐらいだったんですけれども、新しいオノフの方、まあ、ミーリングの効果だと思うんですけれども、5400ということで、あと明らかに弾道的にも、まあ、いわゆるフライヤー的な球とは違うなと思ったんですが、やはりこうしてデータで見るとかなりスピン量反映されてるんで、はい、まあ、ちょっと驚きますね。マレージング素材にミーリング加工を施したことがオノフアイアン赤のパフォーマンスをさらに進化させていた。前のモデルも弾くという点では優れていたが、ソールがたわんで飛ばすニューモデルはそれをしのぐ次元に達していた。そしてシャフトなんですけれども、今、仕出したタイプは MP516i という、まあ、カーボンシャフト、非常にこうカーボンシャフトらしく、タイミングが取りやすくてですね、スムーズに動いてくれて、はい、それでいてやはりあのシャフトの先端こう強いみたいで厚く入っていってくれてですね、非常にこうあのターフを取ったりとかこう悪いラインに強いような、いい感じのシャフトだなと思ったんですけど、その他にはラインナップあるんでしょうか。そうですね、スチールシャフトで、2タイプ用意しています。はい、1つは NS プロ08フレックスが R ですねと NS プロ 950GH HT の S という2ラインナップになります。なるほど、じゃあヘッドスピードに応じてその辺を使い分けてっていう感じですね。まあ、でも赤オノフのイメージとしてはこのカーボンシャフトのところが一番広いかなっていう感じがしますよね。はい、今回のオノフアイアン赤はパワートレンチとフェースレーザーミーリングの効果がうまく生かされ、飛距離アップとスピン量の安定性を両立させていた。進化したオノフアイアン赤、まさに次世代アイアンの現在完了形といえよう。素晴らしいパフォーマンスだ。非常に優しさと飛距離性能がバランスの取れたアイアンになったと思います。そうですね、はい、まあ、ドライバーから始まってアイアンも打ってみましたけれども、非常にその、ね、優しさのさらに上を行く飛距離飛びっていうところがうまく出てるなというふうに思いました。でもまあね、やはりアイアンセット全体で見ると、でウェッジの方はあれですね、このハイブリッド構造ではなくて、ステンレスのワンピース構造ですね、はい、そうですね、しかもソフトステンレスを使ってますので、はい、オノフアイアンは、まあ、前番って、聴覚機能も持たせることができてますので、その辺もお客様のニーズといったところはお答えできるんではないかなと思います。はい、そうですね、やはりアイアンの場合雷角調整とかで、ね、できる方がいいですよね。はいはい、ということでやはりあのトータルで非常に完成度が高く、そして今回は、テーマ飛びです、非常に、いい出来だというふうに感じました。オノフアイアン赤、ピンを狙える飛びと優しさを実現したニューモデル赤の力、オノフテクノロジーの結集だ。この春デビューするオノフ赤シリーズ、続いてフェアウェイアームズ赤の魅力に迫ってみよう。構えた感じ、5番ウッドですけれども、それほど、小さすぎるという感じはなくてですね、大きすぎるというのもなくてですね、非常にこう、サイズ感が、程よいなという感じですね。でまたやはりこの上の、このラインですね、今回、採用されているライン、やはりこれは、フェアウェイに来た時でも非常に構えやすい、感じがしますね。クラブの座りも、非常にいいのでですね、
自然にこう構えることができるなという感じがします。5番ウッド、ロフト角18度で打ちます。やっぱりパワートレンチ結構ね、ボール消息のところに効いてる感じがありますよね。フェアウェイウィングス赤の印象はどうだろうか。構えた感じはですね、少しネックのところにオフセットですね、グースが入ってますので、まあそういった意味ではこうボールが捕まりやすそうな感じがします。そしてまあ UTT らしくフェースのこの厚さ、高さがですねしっかりありますし、まあそういったところからはアイアン的な印象が受けるというところです。5番ユーティリティ、ロフト角23度で打ちます。エッジがこう低く出ている感じもあるんで、やっぱりこう球拾いやすいっていうところがあるみたいですね。今回新しく登場した赤オノフのフェアウェイウッドとユーティリティ、フェアウェイウッドの方がフェアウェイアームス、そしてユーティリティの方がフェアウェイウィングスということですけれども、ドライバーの方でこの飛ばしのパワートレンチですね、実力を体感したところなんですけれども、はい、あのドライバー同様ですね、パワートレンチがたわんで、飛ばすと、まあ、あとはフェアウェイは2本、ユーティリティは1本という形で、この辺はあとしだして体感していただければと。なるほど、ドライバーは3本だったんですね、はい、やはりこれもあれですか、こちらの上の方も少したわみが入ってるってことですか。はい、そうですね、1本、内側に、はい、パワートレンチが入っております。じゃあドライバーと全く同じ構造で、はい、エネルギー効率を上げていると、はい、いうことですね。やはりあのミーリングの方も入ってるみたいですね。そうですね、同様にフェース面全体にレーザーミーリングを施してあります、はい、まあ、フェアウェイとユーティリティはよりラフから打つ機会もありますので。そうですよね、はい、それではオノフフェアウェイアームズ赤の機能を検証していこう。ややここの、刃ですね、刃のところが、少しこう、地面に対して低くあるような感じがしますので、こう非常にこうボールを拾っていきやすいようなイメージとかですね、なんとなくこう楽に、球が、拾っていけるというかですね、インパクトできそうな、予感がします。まあ一応ピンまでは210ヤードぐらいですけれども、打ってみたいと思います。なんか5番ウッドというよりはすごいその前に行く球の強さがすごい際立った感じだったんですけれども、はい、打ち出しがまあほぼ14度ぐらいですね、はいはい、まあ、非常にこう高い感じ、自分の手応えとしては非常にこう楽に上がってくれるって感じがしますね。スピンの方もほとんど4000回転ぐらいですから、まあ適当な適度というかですね、はい、でキャリーが205ヤード、はい、まあ、でトータルで220ヤードですから、まあ、5番ウッドとしては十分な距離が出ていると、はい、まあ、5番ウッド、我々のヘッドスピードとかですと少しスピン量が多くなりすぎてですね、まあ、ちょっと今日も風が吹いてますけれども、この風が吹いた時にやっぱり5番ウッドっていうのが少し不安が、あるんですけれども、この、フェアウェイアームズの場合はですね、やはりこのパワートレンチの効果と、まあ、このミーリングの、適正スピン、そういったことで非常にこう強い弾道ですね、まあ、こういった、リンクスタイプのコースの中でも非常にこう武器になるような5番ウッドだなというふうに感じました。このフェアウェイアームスのですね、5番ウッド、楽にボールが上がってですね、なんとなく私自身打っても球の飛び姿はスプーン、フリーウッドかなというような、弾道でしたので、この18度の5番ウッドで楽に、飛ばせるんじゃないかなというふうに感じました。続いてパワートレンチを1本にしたオノフフェアウェイウィングス赤、まあ割とこの UTT のクラブっていうのはその距離に対してのこのヘッドのサイズ感ですね、これがちょっと合わないとなんとなくこう使いにくいなって感じがあるんですけれども、まあそこそこ200ヤード前後ぐらいのところを打っていくのに対して十分なこのボディ感とですね、こう構えやすさ、まあこのあたりはよくまとまってるなと思います。シャフトの方も割と、この、まあ、S のフレックスを持ってますけれども、手元側のしっかり感とかですね、重量感が出てきましたので、どちらかというと少しアイアンテイストな、感じが、強いかなというふうに感じます。
5番ユーティリティロフト角23度で打ちます。おお、なかなか。高さも十分出てますね。はい、そうですね、はい、打ち出しが16度、スピンがまあ6000弱ぐらいですね、はい、まあ、十分入ってると思いますね。キャリー結構出ましたね、はい、これはね、高さが出たんでね。キャリーが 195.9 だから、まあ、ほとんど200ヤード近く出ますね、まあ、ミート率もいいですし、ボールスピードもよく出てると。やっぱりパワートレンチ結構ね、はい、ボール消息のところに効いてる感じがありますよね。形状的にもこうね、やはり、エッジがこう、低く出ている感じもあるんで、やっぱりこう球拾いやすいっていうところがあるみたいですね。だから打ち出しの方も高く、スムーズに、出てくれるという感じです。で、まあ、そういった意味ではですね、今回U の 3456と4本シリーズがあるそうなので、やはり、そのスイングという側面から言うとですね、このユーティリティのクラブは1本だけクラブにキャディバッグの中に入れているというような方もいらっしゃるんですけれども、やはりちょっと、クラブとしては特殊なクラブになってきますので、2本3本とキャディバッグに入れて、うまく使いこなして、そうすると、片山プロのようにですね、ピタピタと行くような、正確なショットというのを、パフォーマンス引き出してくれそうな、フェアウェイウィングスユーティリティクラブだと思いました。パワートレンチで抜群の飛距離を実現、さらなる進化を遂げたオノフフェアウェイアームズ赤。パワートレンチでピンポイントにボールを運ぶオノフフェアウェイウィングス赤。パワートレンチの力絶大なり。飛距離、フィーリングとも素晴らしかったオノフ赤シリーズ、早く手にしてみたい。この春発売の、オノフ、2016年モデル赤、いわゆる、赤オノフですけれども、今回はアイアンフェアウェイウッドユーティリティを、テストしました。やはり感想としてはドライバーと同じで、このパワートレンチの効果、やっぱり、なんといっても飛びですよね、はい、従来の優しさの赤オノフに、飛びが加わったというのを本当に体感したんですけれども。そうですね、今回はパワートレンチで飛ばすということで、はい、全てにパワートレンチの機能を設けていますので、今までなかった飛距離 を体感していただければと思いますね、はい。まあ、やはりオノフというブランドらしく、非常に質感のいいクラブに仕上がっているのは間違いないと思います。そして赤の従来のまあ優しさ、まあ、特にボールのつかまりですね、スライスに悩むゴルファーなどにはお勧めできたんですけれども、さらにそこに飛距離、なんといってもゴルファーの夢である飛ばし、ぜひ距離に、欲しいな、少しでも飛ばしたいと思っているゴルファーの方には、この赤のオノフ2016年モデルお勧めできると思います。大人のゴルファーのために一人一人の感性にこだわり、上質なプロダクトを生み出しているオノフ。新たに発売される赤シリーズを体感し、オノフの世界観を感じてください。心地よさがあふれ出ます。オノフ赤シリーズのラインナップです。たわんで飛ばすパワートレンチで飛距離アップを実現、オノフドライバー赤。パワートレンチで飛距離性能が進化、ボールが上がって捕まるオノフフェアウェイアームズ赤。ピンを狙える優しさと飛びを実現、オノフフェアウェイウィングス赤。ソールとフェースのたわみで飛ばすオノフアイアン赤。商品に関してはオノフホームページをご覧ください。